さあ今回もグランデージメディバルやっていきたいと思います。さあ現在の状況、皇后エイドキアはオデッサの町にいるバルナスを訪ねた。バルナスはコンスタンティーノーブル総主教の弟でオデッサを治める伯爵です。オデッサの農民はちょっと字が潰れてもないが、なんとか式農業という新しい方法を導入したということで、この技術を開発から入れていこうということですね。これか、違うな、これか、これらしいね、光ってるから。で3あるので、肉か、肉ね、だいぶ高く売れるんですよね。でも塩か、あついいね。石窯で陶器を作る、陶磁器、まあ陶器ですね。鍛冶屋もな、うわこれ最初ね重要なんですよね。パン肉とか全部高く売れるんで、あでもこれやらないといけないのか。ちょっと待って、あと1個はじゃあ肉でいいかな。木から塩を作っ、木じゃねえ、木かで塩から肉を作るってやつですね。レオン殿、あなたの使者から知らせを聞いて大変嬉しく思います。あなたのような領主が増えればいいのに。身なりは華やかにしてくださいね。宮中で名声を得るにはそれしかないのです。次、ここだけの話です。穀物を100生産しよう。既存の農場の生産量が2倍になると。他に増えんのかこれ。今自動でやらせております。あなたを訪ねるための旅支度を始めています。私が側近を連れて出発するまでに万事整えておいてください。はいはい、終わりましたよ。ノルマン人によるイタリア征服はほんの数十年前のこと。彼らの野心は強く、その力は広く恐れられている。そして今や彼らは帝国の領土に上陸し、都市ブロラを築いていた。海を越えて攻め入ってきたのは初めてではないが、新たに攻撃の足場を築いたことからその野望が強くなっていることがうかがえた。レオン殿、胸騒ぎがします。西方からノルマン人が新たな都市を築いたと聞きました。悪い予感がするので防備を固めてほしいのです。近隣の民を守るため新しい町を作ってください。これが原因でそちらに訪問できなくなるのは避けたいのです。なるほど、町の出しはそう簡単ではありません。町から遠くを見渡すことができ、敵のユニットをいち早く発見できます。町の住民が多いほど視界が広がると。町を作りましょうということですね。宿で開拓者を一人雇う。で石膏どこに行きやがった、こいつか。すぐ近くだ。これが敵の上陸してきた都市ブロラですね。この海をこうやってきたんでしょうか。今向かっています。テサロニ、テサロニキありますね。なのでじゃあ我らここに作りましょうか。ここに海を越えられないようにしてやろうか。さあ待ちましょう。長いですね。作れてないのか。作れている。超赤字ですね。黒字ですね。正しい探し方について、新たに町を作りたければ開拓者を雇って探索をさせるという。彼らの報告を聞けば最適な土地はどこなのかが分かる。はいはい、町の要は土地である。どのような土地を選ぶかによって町のありさまは大きく変わってくる。得たいものを考え、それが得られる土地を選ぶがよい。さあ町の設立に適した土地がマップ上ソフィアの南に示されている。そこに移動させ、石炭、羊毛、蜂蜜を生産できる場所で入植地を建設しようと。石炭、羊毛、蜂蜜、いいね。どれもないですね、今の状況では。なのでその間で貿易してもお金になる。自国内貿易ができるということですね。道路か、どれだ、これか、これだな。承知しました。だい通っていいの、敵だからね、言っても。蜂蜜、石炭、今すぐ行きます。違うじゃん。蜂蜜、石炭、羊毛って言ったよね。出発します。これか。
羊毛なんてないんじゃないか。今すぐ行きます。今すぐ行きます。ここになりますね。あ、でも羊は嫌がる。このサークル内には絶対に入らない。出発します。これか。いや、なんか違うような気がする。行くぞ。まあでもここか。いいでしょう。いいでしょう。アルタ前ですね。新宿アルタ前。美しい土地だ。道路作らないといけないな。新しい町は新しい民を招き寄せる。だが、できた町を発展させるためには、町と町の間を交易路で結び、必要な物資が届くようにしてやらねばならない。そうすることで、今は小さな町でも大きく育ってゆくであろう。やることは、ソフィアで2人目の商人を雇い、交易ルートを作り、あの町を建設するというところだね。まず交易ルートを作ろう。道がなければ何もならないから。景色のいい道だ。大丈夫か、その道は。まあ大丈夫か。で、いやー、商人ですね。で、あそこと被らないように。これが羊毛か。あったか、羊毛なんて。あ、羊毛は基本じゃなかったっけ。どこでも作れるような気がするんだけど、ちょっと見てみようか。羊毛作れるよ、別にどこでも。いや、どうか、ここは無理。なるほど、じゃあ無理だな。まあとはいえ、羊毛、あ、これは金属、これは違う。石炭、蜂蜜、羊毛ですね。これが被らない。ビール工場も作っておこうかな。ビール工場はこっちじゃないから、石膏か。ビール工場も作るか。で、まず商人がいるから、ここの間を貿易させよう。貿易させて、準備完了。土に苗木を植えれば、たちまちのうちに根は伸びる。時期に根は石に阻まれよう。しかし石を取り除けば、根は自由に伸びていくことができる。町もまた同じ。成長が妨げられぬよう、民の働く場所を用意してやらねばならない。さあ、ソフィアの生産品と被らないように、物資を5つ選ぶ。で、労働者1人につき住人が4人増えるということ。5つ、被るでしょ。果物もあるじゃん。麦もあるし、肉か。肉いいんだけど、塩がないから作れないぞ別に。最大でしょ、別にいいんじゃないの。なんでもう先に予約だけしとこう。で、こっちから物資をまず売りに来ると。木やレンガですね。レンガか、あれは。売りに来て、そっから建設が始まると。レンガですね。そこ基本的に文字見ずにやってるんでね。さあ、石膏をね、石膏はこれか。一応敵の分かりました。上側に配置しとこう。これで敵の施設は丸見えだ。まあ都市だな、これは。もうしょぼさ。これはもう町でもないからな。これこそが都市。で、アルタでは現状物資と人手が足りないということで、時間を待てばいいんだね。2つずつ作るのか、悪くはないな。まあ、これは時間がかかりますね。人がいないし、物資もないのに2個作るわけですからね。これはちょっと止まってんね。さあ、この町をね、貿易できればいいんだけど、まあ、私はできたらですね、自分の町の中で貿易じゃん、交易を回したい。できたら。例えば、この海のとこで塩と肉を作って、この日拠点内
で交易すれば全部被らずに自国内ででき、このスフィアを中心に他国と貿易交易すれば、利益はつながっていくと。絶対貿易って言いそうになるな。よし、これで生産を始める準備が整った。やがて職を求める人々が集まってくるであろう。時はかかるやもしれぬが、そなたはただ待つだけでよい。そなたがなすべきは町にできる限りの蓄えをしておくことのみだ。アップグレードしたいな。さあ仕事だ。アップグレードできるかな。最初のやつだとね、異常に遅いんですよね。だやっぱり最低でも1段階上げておかないといけない。よしよし、これは完成するね。ここでアルタとソフィア間のスピードが大幅に上がるはず。まあ今このスピードですね。足りない、足りたか。よし、どうでしょう、スピード上がりましたね。うん、まあ 1.4 倍ほどに上がったね。次こっちの方だな。取りかかるぞ。で今何すんの、作ってない。あ、嘘だ嘘だ、これ5個作れってことだね。かぶるよ絶対に、意味がなくなってしまうぞ。ここ2個作れないよね。何がいいかな。だか比較的余ってないものを作りたいわけで、じゃあ金属か。まあそれかすごいいい手があるんですけど、これね、生産率変えられるんですね、能率を。で能率変えるとどうなるかというと、その働き手が少なくなるということですね。なんで賃金を抑えられる、うん、ということですね。さあ買い付きだ。塩の前にまず鍛冶屋などをつけ、パンもつけよう。あん、じゃあさ、これいらないよね。はい、これ返してもらおう。これを消してパンを作ろう。蜂蜜とここも、あ、麦でいいね、麦で麦でできると。でパンはすごく高く売れてですね、300ですね、ないところで300で入れると。うーん、この3桁台のものがいいんですよ。肉や皮、塩などは200、200などで売れるんでね。でビールなども高く売れるんですが、これビールは他国から買っているのか。作ってないものがあるってことはやっぱり買ってるんだよ。まあそれはいいんだがね、どうでも。さあまあこれで、収入なども安定するでしょう。私最初にねやった時はですね、この被るという概念がよく分からずにね、思いっきし被ってただただ赤字を招いたという経歴を持ってるんでね。まあこれならお互いの城の間で高い値段で攻撃できるんでね。よし、できたよ。レオン殿、順調なようで何よりです。私は明日にでも旅立つつもりですが、ノルマン人の傭兵があなたの領地でよからぬ動きをしているとの知らせを聞きました。もはや黙って見過ごすわけにはいきません。軍備を固め、ことに備えてください。さあ弊社で傭兵部隊を一部隊訓練するというところ。まずこっから作るんだよね。何、狼だ。狼がどっかに嫌がるようだ。この辺だな多分。狼をされるとね、物資落としてしまうんですよね。足りねえんじゃんソフィア、あ、これ7か。これね、作れてまだ持ってないものなんで、どうしような。諦めるのが一番いいと思うんだよね。まあいいや、とりあえず今道作る予定もないし、あそこで止めておこう。別に急に死ぬようなもんでもないから。まずはこれの完成を待って。でこのゲーム兵を持つとね、デメリットがありまして、まあ賃金や食料が必要になってくるということで、基本的に解雇するのが一番いいですね。これで兵を育てられるようになった。今の兵は練度が低く、比較的大人数で隊を構成することになる。それゆえに維持する費用もかかる。だがいずれはより優れた
少数の兵からなる隊も組織できるようになるであろう。さあ完成だ。一部隊ですので、ね、戦について配置ですね。領主としてなすべきは兵に指示を出すことであり、自ら戦うことではない。いずれそなたは大帝国の頂点に立ち、相応の大軍を率いる日も来よう。さあ部隊基本手動で動くということですね。まあ基本的にまた移動だ。すごい数で戦するので、まあ指揮するということはできませんね。手動でやるということは無謀ですからね。そんなことしても。レオン殿、陛から知らせがありました。あなたが新しく築いた町の南方にノルマン人の傭兵たちがいます。彼らの雇い主は貴族のようです。おそらく宮廷であなたに嫉妬しているもの。傭兵たちを見つけ、父君のように立ち向かってください。さあですので、ああやっちまったな。傭兵ではこれ。さあちょっと待って、ちょっと待って、まだできないか。さあまあ普通にこの間行ってる間にお金増え続けるんで、待つのも苦ではない。増えたか。ああまだやっちまった。いらんてもう。どっちに、また移動だ。さあアルタに2部隊送っといて、でアルタから2部隊でここですね。本当に行くんですか。さあ、敵戦い始めましたね。森の中なのでよく分かりませんが、情報がどっかから見れるんです。さあ敵24人、20人に対しこっちは200人ほど。まあ敵は一応強い精鋭的な部隊なので、一部隊でやると負ける可能性もありますね。また移動だ。テッサロニキの西方にてノルマン人の傭兵の一団は倒され捕らえられた。そして一人の捕虜により語られた話は恐るべきものであった。傭兵団がテッサロニキの周辺を荒らし回っていたのはオデッサ伯バルナスの命だというのだ。それが事実であるとすれば、意味するところは二つあった。一つは総主教の弟が陰謀に関わっているからには、その目的は皇帝の座に違いないということ。もう一つはすぐにでもノルマン人に対する守りを一層固めねばならないということである。すぐさまエウドキアの元へと使者が放たれた。戦の代償について、いかなる勝利にも代償はつきまとい、それは往々にして良き者の命という形で支払われる。戦いに散った者への哀悼の意を忘れるな。だが戦は人が悲しみに暮れる時間を与えてはくれぬとも心得よ。兵舎にて新たな兵を集めよ。消耗したままの隊を戦いに投じることのないようにせよ。さあ帰還させて傷ついた部隊を回復させるというところですね。また移動だ。基本的にこいつはやる気ないんでね。さあこの黄色い線はですね、その町に所属しているよって意味ですね。なのであの町から食料などを補給するということですね。あいつらはさあもうすぐ終わりかな。110人って107人ずついるのか。こちらはバルナスを咎める声はコンスタンティノープルに届いて紛糾をもたらしたが、その後に待ち受けていたのは意外な事態であった。バルナスは元老院を欺くべく狡猾に手を回しており、自分こそが陰謀によって落とし入れられたのだと言い張ったのである。あろうことかバルナスは帝位を狙う不届き者の正体はレオン・バセリオスであり、先帝を暗殺したのもレオンだと偽った。さらにレオンは現皇帝エウドキアとの密通の疑いまでもかけられたのである。こうなってはエウドキアの意義さえも聞き入れられない。バルナスの熾烈すぎる告発に疑いを持つ元老院議員もわずかにしか残っていなかった。そしてついに元老院はレオン・バセリオスに法廷に立つ機会すら与えず死罪を宣告したのである。いやそれはまずいな。元老院ではひどいことが起きています。
バルナスがなぜ必要にあなたを陥れようとするのか私には分かりません。しばらくコンスタンティノープルには近づかず、守りの力を蓄えてください。もはや私はソフィアへ行けませんが、心配しないでください。大丈夫ですよ。私はあなたの味方です。いや、いい人ですね。さあ、3つの町を設立し、住民数を4000に増やしましょうと。さあ、これは軍備力上げないといけませんね。じゃないと処刑されてしまう。